意外になんとかなるもんだな。まったく、エレイン様様だな。いえ、ルアナ様がおられなければこうもうまくはいかなかったはずです。その様っていうのなんかくすぐったいな。いいよルアナで、私たち友達でしょ。それにあのくらいのことを誰にだってできるじゃない。にしても大胆すぎるよな、堂々と帰還して兵たちを口説き落とすなんてさ。そう？ラージェンって人がいなければここの指揮権は当然エレインにあるわけでしょ。聞いた話でグリダマス軍はゼルザガントリデに向かったみたいだし、予定通りじゃない？ここまではな。けどあとはどうするんだ。本当にここの奴らを説得できると思ってるのか。そこはエレインの人徳で、でしょ。そいつが一番怪しいから言ってんだろ。本当に従うと思っているのか。いいじゃない、従ってもらわなくても。一緒に戦ってもらおうなんて言ってるわけじゃないんだから。だからってな。レオンハルト、気をつけなさい。悪意に満ちたものがやってきます。ディシャナ、それは一体。エレイン様、これは一体どういうことです。カシバル、なぜここに。ゼルザガントリデにいたのではないのか。レオンハルト様。いえ、レオンハルト、貴様がそれを言うか。逆賊の部下であった俺があのままゼルザガントリデに置かれるとお思いか。それは、しかし、カシバル、この戦いに何の疑問も持たないのか。疑問、そんなものは政治家の考えることだ。俺たち軍人が考えることではない。戦いに邪念を持ち込めば剣は鈍る。剣が鈍ればそれはすぐさま死につながる。市場に囚われた兵なぞ戦場では何の役にも立たん。戦場において足手まといは害悪以外の何者でもない。だからといって問答は無用。剣を抜け。ありがたいことに後方に飛ばされはしたが、貴様が抜けたことで階級は上がった。今では俺は連隊長だ。ここにいる連隊長は俺だけ。今ここの指揮を取っているのはこの俺だ。それにな、貴様は戦わねばならんのだ。これを見ろ。なんだと。どうしてこんなところに魔物が。答えを知りたいか。ならば俺を倒して自らの力で答えを手に入れてみろ。カシバル。そうだ、それでいい。金色のレオ、その剣が錆びついていないかどうかこの俺が試してやろう。マカリトール。この機を逃すな。畳みかけるぞ。ここまでか。
わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。私にだってできるんだから。滅する。無益な血は流したく、この機を逃すな。畳みかけるぞ。これが俺の選んだ道だ。何事だ。ち、こういう時だけ。これは一体。カシバル様。賊が侵入した。ここにおられるエレイン様に多くは切り伏せられたが、わずかばかり逃がしてしまった。早く追え。しかしカシバル様は。私のことは構わな。はっ。カシバル。レオパルト様、剣を向けたことをお許しください。私はあなたとは違い弱い人間です。軍人としてしか生きられず、目に背くことはできません。お願いです、クリダマスをお救いください。黒の騎士は悪魔そのもの。魔物を引き連れ、グリダマスだけではなく、このルクレリアを滅ぼそうとしております。黒の騎士と結託したメルヒオルを止められるのはあなたしか。お願いです。わかった、あとは俺に任せてくれ。ありがとうございます。全ての兵を集めなさい。しかし賊の捜索は。それよりも大切なことです。これより私たちはゼルザガントリデに向かいます。そこでリグルス軍と共に辺境地を解放するためゼルザガントリデの攻略戦に参加します。そんな。それでは我々が反逆者に。カシバル殿の言葉を聞いていなかったのですか。今の王は正気を失っております。メルヒオル公爵や得体の知れぬ者にグリダマスが支配されてもよいと。全責任は私が取ります。残りたい者は残っても構いません。ですがこれだけは、このミュダスの門だけは戦場にしないように。辛いでしょうがお願いいたします。季節外れの流行り病ってのは恐ろしいもんだよな。かしこまりました。ミュダスの門は現在疫病が蔓延しており、開門はなりません。エレイン様、他の方々も兵への説明が済み次第早々にお立ちいただくようお願いいたします。ありがとうございます。これで孝子の憂いはなくなったわけじゃ。
ならば早々にゼルザガントリデに向かうとするかのう。そうね、リグルス軍もそろそろ到着する頃でしょうし、行きましょう。この機を逃すな、畳みかけるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。無益な血は流したくない。避けて通れぬなら斬る。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。私が相手だ。どいつだ、死にたいのは。まかり通る。避けて通れぬなら斬る。命が惜しくば。この機を逃すな、畳みかけるぞ。さて、楽しませてもらおうか。私にだってできるんだから。どいつだ、死にたいのは。避けて通れぬなら斬る。我のすべては主のために。もう私にもできたでしょ。この程度で。これが私の選んだ道。命が惜しくば。この機を逃すな、畳みかけるぞ。
わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。私が相手だ。どいつだ、死にたいのは。この機を逃すな。畳みかけるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。これで決めるよ。行くぞ。滅する。まかり通る。避けて通れぬなら斬る。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。これが俺の選んだ道だ。